DJ ユタのオリジナルだぜ。先行が MC を演じる高校が思い入れ発祥節の日本勝負です。オーツブーファイチリおいえ、マジで今回色物 MC マジで疲れるぜ。そんなものいらねえから、そこ勝って俺は3回行きたい。どこまでも強く行きたい。 MC ライフで証明するのに、この言葉マジで鵜呑みしてくれて全然構いませんよ。おいえ、色物でも結構、白黒でもどうも、だけど色物全部混ぜると黒になる、間違いねえだろ。間違いない言葉吐く、間違いない言葉よう一時正直そう微妙な格好してる。なんだそれ、まるでそう佐藤二朗みたいな顔しやがって。そうだ、クイズ99人だって、 MC99 人のためがあるだろ。間違いないことは考えて気がいかせませんから。お前が俺の格好も微妙とか言ってる、お前もっと微妙。全然足りないブース、つまり微妙、力量が足りねえ。俺はマイク持ちゃいきよ、よラップしてる俺が MC 陽一だよ、しっかりチェックして帰ってくれ。ミスター遅れみたい。 OK 大丈夫、そう気にするな。そう MC 陽一、俺ちょっとかっこよすぎてどうも高一、なんかどうも窮地だから。そう近代少年手術は大切。あ、これコナンだった、ごめんね。こんな感じ、そうみんなを楽しませれば、色物でも色物だっても関係ねえんだよ。そんなことも知らばかんねえ MC 陽一、酒は飲んでも飲まれるんだけど絶対に断るな。終了。どちらも間違いないメッセージ性だと思いますが、どちらが強かったのか皆さんの声と挙手でお願いします。先行 MC 陽一がやばかったと思う人、高校大家がやばかったと思う人、高校大家の勝利です。陽一に大きな拍手。